皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日はネットから集めた様々な黒歴史を語っていきたいと思います。どうぞゆっくり聞いていってください。中学生の時、ノートいっぱいに俺は世界を変えるって書きまくってた。怪我してないのに、体中に湿布貼ったり顔に絆創膏貼って学校行って、昨日の喧嘩した相手、空手の有段者だったって言って、その喧嘩のハイライトを実演してみせた時、なんかかっこいいと思って記憶喪失になったふりしてた。中学生の時、音楽の授業で歌う時、高い声出せる俺かっけーと思ってて、ずっと甲高い声で歌ってた。謎の施設で育てられた設定。中学生の時、デスノート作ってた。少し出血した際、その血を頬に塗りつけ、戦闘部族を気取ってたこと。好きな相手の卒業アルバムの寄せ書きに、告白的なの書いた。死にたい。一族の末裔がかっこいいと思って、両親と兄ちゃん死んだことにしてた。中学の時学校の自分の机に青春って、まあまあの大きさで落書き書いてた。2ヶ月入院してた病院の看護師にラブレター渡した。結果は聞くなよ。卒アルの寄せ書き欄といえば、二人にしか書いてもらえなかったから、ペンと字体を変えて、自分でコメント増やしたっけな。今見ると字体あまり変わってないし、読むの恥ずかしい。侍や忍者に憧れて、ちょんまげして投稿してた。木刀とか持ち歩いてた。手ぬぐいで顔隠して、忍者みたいと越に入ってた。町内では有名人だった。親父と口喧嘩して、仲直りしようと、お父さんスイッチ作って、親父の前で、お父さんスイッチ、あ、と言ってその後、早く謝れよ、と言った。それから親父とは一言も口聞いてない。中学の時隠れ不良を気取ってた。ブレザーの内ポケットには、マイルドセブンとウイスキー。夕日を見ながらタバコをくゆらし、ウイスキーをキュポンと飲むのが最高に渋いと思ってた。初めて黒歴史書いたが、結構きついもんだな。殺し屋に憧れてエアガン持ち歩いてた。中学生の時ブログに、今日の星は冷たく輝いている。まるで今の俺の心のようだ。またこうして今日が終わってゆく。今日も思いを伝えられずにって書いたの覚えてる。鳥肌やべえわらわら。中1の頃、メイプルストーリーっていうオンラインゲームで知り合った人と、ゲームの中で結婚したんだけど、同じゲームやってた友達がそのことを毎日担任に提出する日記みたいなのに書いて提出。帰りの会で担任に、面白半分で、そういえば、〇〇はゲームの中で結婚したそうだぞ。って言われて、1年間ネタにされた。一時期男子のズボンを下ろすっていういたずらが流行ってたんだけど、間違えて俺は女子のズボンを下ろしてしまった。中学時代、ジャック・スパロウがかっこいいと思い、その歩き方や動き方を真似してた。女子に似てるとか言われて喜んでた。今思うと死にたい。それをデスノートの L に置き換えると俺だ。け、めんどくせえ、お口癖のように言ってた。消しゴム落として拾う時とかも、周りに聞こえるくらいの声で言ってた。デスノートの L の真似で目の下にメイクでクマを作って学校行った。
今でもフラッシュバックに悩まされています。休み時間寝るときに机に突っ伏してではなく、ポケットに手を突っ込んで寝てた。サスケをイメージしてた。ルロケン全盛期、口癖がおろ。中1だった頃の話。友達がある程度いた頃だった。中2病ピークだった俺は、みんなの前でこんなことを言った。俺は孤独が好きだ。孤独に、一人だけになりたい。きり、依頼ぼっちの俺です。高校の時に、黒の組織に狙われているって言ってた奴がいて、そいつは組織と対抗するために銃の扱いを訓練してるらしく、今日も撃ってきたぜー、とか自慢してた。そいつは推薦で同志社受けて、闇の組織のコネがあるから絶対受かるって言って落ちて以来姿を消したな。オンラインゲームで早い段階でカンストしたから、レベル低い仲間連れて弱いダンジョンで無双しながら、誰も死なせないから、安心してついてきなわら、って必ず言ってたこと。学ランにレガードと草刈り用のナタを装備して深夜徘徊。小学生の時好きだった子と中学から学校が別々になったんだけど、その子と付き合ってるという嘘を、中1から4年間つき続けた。中3ぐらいには学年中に知れ渡ってたが、高1になって、その子と友達だった子にその話が届き、嘘がバレたので中退したった。どうだ終わっとるだろう。小学校の遠足でかっこいいと思って、動物園のゴリラを煽りまくった。BL 小説書いた。思ったより人気が出てしまい、まだ続けてる。かっこいいと思って、中学の3年間、ずっと禁煙パイプ加えて通学してた。小学生。雨に濡れながらスポーツをするのがかっこいいと思い、雨の中サッカーを続けた。不良漫画を読んで影響されて、少しでも腹が立つとすぐに友達の顔を殴った。当然その結果職員室やら校長室に呼ばれるが、帰ってきたらみんなに自慢してた。RPG に憧れ、キリトの二刀流の刀みたいなのを親に買ってもらい、学校に持ってって振り回した。つべを見たり振りゲーやっただけで、俺寝途中だから、みたいに友達に言い回った。卒業アルバムに、てめえら、最高だったぜ。って書いた。6年間同じ女の子を狙い続けた。中学校。中学校生活はかっこよくなりたいとテニス部に入った。春に木の下を歩くときは、空を見上げながら遠い目で歩いた。休み時間はずっとベランダに立ってた。窓の縁に座って、クラスを苦笑いで眺めてた。席についてるときは常に意識して足を組んで腕を組んでた。普通に立たず、ジョジョ立ちをしてた。ポエム書いてた。授業中先生に、先生、そんなこと俺に言っちゃって大丈夫ですか？命、危ないですよ。って言った。これくらいかな。高校1年の時、プロフィールカードの特技欄に、ゲームの魔法とか書き殴って、わかる人だけわかればいいです。で、中学の頃、社会の授業が崩壊してて遊び場だったけど、遊ぶ友達もいないから、黙々と、もし世界がゾンビだらけになったらって設定で、すっげー細かい対策や、拠点の見取り図や、物資が調達できそうなポイントとか、ゾンビの特徴とか書き込んでた。いかがでしたでしょうか？
本日はここまででございます。またお会いいたしましょう。